こんにちは。昼公演終わりです。あ、そうですか。ハートのびっくりマークの人さん、ハートありがとうございます。こんにちは。明けおめ。こんにちは。第2章初日の日程、お疲れ様、ありがとう。眠い。あ、シンボジじゃね、性レジスタンス。そう、性レジ、俺のところ制服レジスタンスね。佐伯とさ、佐伯じゃない、美空とさ、レイオの声の違いすごかった。なんかほんまに美空がなんかさ、ちょっと大人っぽい声で。確かにレイオ可愛い。私あれ、ハンナ声の時撮ったから今日もなんか全然、なんかむずいね、ホノピーの声、ホノピーの声聞こえて。ブシュってなった。キッシーさん、ハートありがとうございます。ナナさんもハートありがとうございます。めっちゃ酸っぱい。酸っぱそう、でも美味しそう、うん、今日もサウナ上がりみたいに汗をかいてたね。今日ほんまにやばかった。久々やしな、久々の時やばかった。汗で一幕あった、うん。初日料理連続で入る、ありがとうございます。だるまありがとうございます。ナナさん、ハートありがとうございます。今だるまキラキラなんだね。昼公演よかったよ、ありがとう。あ、ほんまや。トマトさん、だるまありがとうございます。キンキラやん、すご。こんにちは、しおい。こんにちは、しおい。相変わらず可愛いですね、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。レイヤーって自撮り可愛い。そう、もう実物も可愛いよカバーいらんて。いや、自撮りはね、うん、まあ詐欺してなんぼですから。確かに。加工してなんぼ。最悪よ、そんなしてないけど。しんちゃん、だるまありがとう。公演楽しかったです、ありがとう、ありがとう。体調大丈夫なん、大丈夫、大丈夫ですか。はい、39度ペアですね。嫌やつだって。嫌すぎるやろ、39度ペアしな。キモキモ言うな。タカさん、だるまありがとうございました。 ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。 DMM で見ました、ありがとうございます。昼公演可愛かったよ、ありがとう。 DMM って画質あるよな、あのリアルタイム、リアルタイム、わかる。でもさ、X にさ、スクショ載せてる人めっちゃ画質悪くない？なんかあれ何の基準なんやろと思って。わしいつもさ、画質悪いわ、しょぼんってなる。それな、顔よく見えへんし。しゃあないやろな、ライブやから。でも画質いい通るよな、めっちゃ。うん。なんあれ。パソコン？うん。久しぶりに一部飛びたら可愛さが増えてた。ありがとう。1ヶ月ぶりですか？こう。マジで1ヶ月ぶりです。マジか。前出たん12月19なんで。死ぬ。ガチで行くんじゃん。1ヶ月と2日。あ、じゃあ1日か。ん？ゆけさん、ハートありがとうございます。こんにちは。ダイヤリーでした。声かけてありがとう。まゆさん、ハートありがとう。トマキーさん、だるまありがとう。パフォーマンスが丁寧になってきた。でも今日めっちゃバテましたね。おお、びっくりした。充電器を挿したくてこっちに来た。こっちにあんの？あそこやな。中入ろ。うん。ありがとう。すっげえ。眠いもんで。よいしょ。ほんまに眠い。今日めっちゃ眠い。ショールーム久しぶりの感じ、ほんまに久しぶり。逃亡者 K さん、ハートありがとうございます。平熱低めコンビ、平熱低い？36度ぐらい。低いの？マジで？私 36.5。 高っ。全然低めじゃないやん。悪い嘘やん、それ平熱。皆さん、誰もありがとう。 36.0 ぐらい。低いの？めっちゃ、うん、それで39までいったの、それしんどいな。よし。でも何度やったか分からない、なんか体温計止まらへんくなってん。普通にバグ。よしよしよし。夜公園に入ります、待ってます。 MC よかった、なんか充電器回らなってんけど、やばくない？優しい、ありがとう。刺すとこしよう。楽しかったよ、ありがとう、ありがとう。刺しないで1回1袋を目安のお願いください。あれ、なるほどね。2個のであかんねんや、支えないといけない。
今日できてない。なんか M 書いてる。この M って書いてる。この M って書いてる。この P ってなって。この手に。変熱高い方がいいねんて。この P します。え、そうなん？へぇ、なんで？わかん。熱？でも変熱高かったらさ、うん、なんかみんなが熱で休んでてもさ、自分はこれ熱じゃないなみたいな感じで休まれへんから嫌じゃない。なるほどね。充電器が壊れちゃった。あつしさん、服ありがとうございます。ひろぴろひろしたんさん、ハートありがとう。頑張ってください。あじゃあこれ最近ハマってます。いいね。朝飲んだらむくまないやつでしょ。え、そうなん。朝か夜かなんか。あ、なんかあるよな、あれ飲み物。そうそうそう、結構メンバーさんもだるくなる。うん、でもこれなんかさ、液体の方が酸っぱいのダイエットにくるくない？そうなん。ちょびちょびさ飲めるやん。確かに。美味しそう。ゼリー飲み食べたい。起きてる。頑張ってる。どうしよう。公演中に寝ちゃったら。しんちゃんね。招き猫ありがとう。今日のレオちゃんも可愛すぎてくれてありがとうございます。バチバチエヌンビー見たよ。レオちゃん面白かった。ありがとう。ヒルコアンよかった。ありがとう。レオちゃんに惹かれる声ありがとう。ほんまに支えないとやばい。眠いですさっきからそれの紹介と眠いですしか言ってんよマジルールの間って頭マジで回るの。わかる。公演前ってマジで頭回らへん。確かに。充電がさ、ちゃんと刺さってるか確認する。今寝てって言われたら寝れるもん。まだ寝れる。病院で爆睡した。確認したらいいのか。いや、無理や。あやみが爆睡したらめっちゃあれらしい。むずいらしい。こうなるか。病院の時、そうそうそう、めっちゃ頭動くねんって。あやみこんななるから死ぬ。切られへんって言ってた。え、あやみ美容院で寝る、うん、なあ、うん、じゃああかんよ。だってさ、シャンプーが気持ち悪すぎて。わかる。めちゃめちゃ。しかもあれ寝る体勢やしの普通に。え、うん、確かに。あ、ごめん。シャンプーマジで髪の毛いじられてるからさ、ずっとたまにさ、あのリンスコンディショナーしてもらってる時にさ、なんか マッサージをしてくれる人とかおるやんか。マジで寝る普通に。なんか一生やっといてほしいぐらい。なんかそういうの行ってみたいんだけど。引っ張りすぎやない？マッサージしてくれるとこ、うん、ちなみにボディアンドソウルは肩がバキバキ。まばはい。スミちゃんがちゃんと。あー、コウさんハートありがとう。出てるから。私たちもハートありがとう。スミちゃんと一緒。ちょっと入ってきて、うちまたの人やって言われたらどうするやって。絶対言われる。言われへんやろ。いや、でも面と向かっては言われへんやろけど、ね、知らんやろ。出ちゃうよね、美容院。またなんか言われ、わかるやろ。でも私あれさえ、あのさ、私さ、めっちゃオーディション受けてるからさ、オーディション必勝法マジでわかる、うん、マジでマジでオーディション必勝法みんなに紹介したい。マジで10期の方マジで。俺処理審査絶対通るもん。それは強いわ。ぜひ紹介してあげて。喋ってるからね、メイクさんと。二次審査くらいも絶対通る。俺面接のプロやと思う自分で。マジ紹介したい。書類審査さ、うん、私が出した全身写真さ、うん、あのネズミランド行ったと死ぬめっちゃ楽しんでる。カチューシャつけてる。アホやん。私韓国の事務所とか、え、もう普通の芸能事務所とかも受けてたから。え、そうな。よし、そんな受けてたの、うん、めっちゃ受けてた。まあ、学校が芸能系やったのもあるけど、学校のオーディションとかもあるから。 X で紹介しよう。恥ずかしい。それで受からへんかったら俺に会ってくるやん。あなたのせいで受からなかったんですけど、死にだ、私はバカだったんですかみたいな。あんちくる。それは嫌や。クマさんありがとう。韓国も受けたし、他のアイドルはあんまり、アイドルはあんまり受けてないの。ちょくちょく指映るけど48グループ、NSC は受けてるわけないやろ。なんで私終わりに皆さん。芸人さんもすごい、すごいからね。私なんか比べるならへんから面白い。芸能事務所とかも受けてるし。何受けたかな。書類出して一瞬やったかも、何もかも。確かに今考えたら書類受かってからが早いよな。うん。私なんかその NMB
から来てたから、うん、私なんか落とし物したかなと思って劇場に鼻水出た鼻水出たやばなんかあと LDHK も受けてる。え、そうなん、うん、受けたことあるわ。すごっ。全然受けてない。もう学校や小さい頃にあの子役のとこ受けたから。え、死ぬ、かわいい、めっちゃいいやん。でも物心ないから、ね、確かに。あとあの学校 の, そのライブとかのオーディションとかもよくやってたから、マジオーディション慣れしてる俺。ライブもオーディションなんや。なんかライブ の, その前に立てるとかさ、やばこのこのダンスのこのダンス踊る人をオーディションで決めますみたいな。へえ、困るから。唇が見たいね。言ってるよな。でもこれ何回も今日見たでって。だいぶ初期に見た。え、いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。 NB89 です。そうです。そうやねんな。ポジションポジション一緒やからさ。今何時？12分。あら、みそらたんだ。15分だけ少量しようかな。え、当日券まだ募集されてる今。うん、当日券あります。されてると思う。あります。当日券あります。絶対来てください。わ、これは絶対来てください。皆さん、チヒさんが言ってくださってる。チヒさんが言ってくださってるので絶対来てください。マジで絶対来てください。俺も色さ、え、来てください。埋めてください。頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ごめん、よろしくお願いします。10期入ってきたらさ、どこにいるか問題やんな。今はもうただでさえ人数多いやんか。普通にリハとかで待ち時間ってこと。死ぬ。確かに9期でも10期生、私悪い先輩が10期廊下広かで最悪。ジキ邪魔、どっか廊下いてる。そうそう、絶対言わへん、絶対言わへん。で、キムキでも廊下にすらいないですから。チヒさんが言ってくださったので皆さん来てください。お願いします。来てください。キセイ様が言ってくださいました。明日廊下新名はあれ、向かいさん。これおすすめです。対象にいる人同じポジションだからね。先輩になれるか不安やわ。死ぬ。大丈夫でしょう。だから一緒に出るには肩車して出るしかない。優しい、礼は優しいから大丈夫。9期の先輩ビロ誰なんやろ。誰なんやろ。え、さゆき。確かに。先輩とで吹かせそう。さゆきは絶対なんかリハとか終わったら。でもさゆきは意外と人見知りするタイプやと思うし。嘘。あんまりいけへんタイプやと思うな、さゆき。やばい。若。あー、でも若はさ、なんか年上やん。若はなんか年齢上の人ってさ、割と先輩ぶってる風に見えへん。怒るってよりなんか、あの、諭す。あ、しかもなんかその、なんかあの雰囲気的にさ、何言ってもいいさ、先輩ぶってるように見えへん。わかる。二人を並んだ。最近を。で、最近とか、ホノピーとか。で、最近がホノピーを連れてって、なんか、あの、先輩がやってくれたみたいに、あの、振り、横に教えてあげるとか、同じ地面立つ。確かに。見て、画面がすごい可愛くなった。あ、すごい。え、ねえ、どうしよう。それもペンと紙今ないわ。ここに書き、いいよ、手貸せる。リップで。公園で染みついてるから。え、ありがとう、リュウさん。あ、今の、これは前。かける5ぐらい。で、船の絵、おじゃまい、謎されてる。なおさん、ハートありがとう。ありがとう、ゆうさん。初めて昼夜トマトさん、だるまありがとう。まや、手にかきました。あついさんもだるまありがとう。船にいっぱい熊の船がありがとう。りおちゃん、お昼目からのファンです。夜公演、東京から見に来ました。りおちゃん、お昼さん、ありがとうございます。しみやんさん、なんかやばいね。でも私、あんまりこういう話しんけんかも。意外とそんなことないかな。いや、私も多分ちょっとチキる。メイは絶対いけへん。相当つくもん。もなんか目やって笑い合うぐらい。あ、優しいからね。泣いてる子ちゃんと慰めに行ってあげそう。行くよ、あの、あ
あのみんなみんなが泣かしたらあのちゃんと絶対それ俺やん絶対俺のこと言ってるやんみんながとか言うけど絶対俺のこと言ってるやんちゃんとやりやって言われて怒られてること大丈夫だよ私も最初できなかったから絶対それ言えないんだよ 俺そういうの絶対言えへんって言うけど絶対言えへん10期生何人くらい入るやろってえ、私たち予想してる20人大所帯でも17人はいかんと思うな17って多かったよなめっちゃ多かったレイニャいやレイニャはなんかずっとこんな感じそう、うん、なんか興味なさそう怖いに確かにでも私もなんか9期増えた感じになりそうじゃない9期が増えたって感覚になりそう確かにえー、ちょっと先輩ぶりそうやけどダメちょっと先輩ぶりそうやけどほんまや言われてるてんちゃん変なこと教えそうえてんなはめっちゃ話しかけやすいか人見知りするかどっちかと思うキュンキー意外と人見知り多いからその来てくれないと無理な子が多そう確かに確かにアミタンさんって言われるのもやかわいいなあやみちゃんあやみさんあやみさんあやみさん確かにアミめっちゃ気取りそう後輩にあ確かにこんにちはこんにちはやばいなりそうアミマーさんダルマありがとうございますザンさんもダルマありがとうございますハートもマーさんありがとうございますトレコボードさんハートありがとうございます13ヨシさんじゃあランキング読みます13位清正さんありがとうございます12位中平康介さんありがとうございます11位タカさんありがとうございます10位ピロピロヒロシタンさんありがとうございます9位なおちゃんありがとう8位たまきーさんありがとうございます7位あおいちゃんありがとう6位こうさんありがとう5位たちたちありがとう4位あつしさんありがとう7さんじゃあ3位ななさんありがとうございます2位トマトさんありがとう1位しんちゃんありがとうございます、はい、ありがとうございました6時から夜公演始まるので時間があるなとかちょっと時間持て余してるなって方は来てくださいよろしくお願いしますバイバイありがとうございましたバイバイ